大阪の人たちに応援をしてもらって、そして大阪から一遍東京にも行ってみということで行かせてもらったんですから、僕は大阪地方局からやらせていただきたいと思います。出馬表明なすったわけですけれども、相方としては感想いかがですか？いや感想、言うてもなんか全国やらしい地方府からやで、勝ち目あるんかな地方府から言って、いや俺はな、もうとりあえずやな、出た限りはな、これは刀つまらん、何でも一緒や、とりあえずはね。相方の出馬宣言に笑顔で答えた泰史さんだったが、その胸の内には複雑な思いがあった。どうもこんにちは、横山です。どうも。お、何落ちる。それはせやねんか、はっきりしてて、今まで漫才やってきとってな、何の思想もないのに通るわけないやねん。そやろ、相方をけなすわけとちゃうねんけど、あいつら何を思ってな行くんか、俺それがわからんねん。ありがとうございます。お互いの道を歩き出そうとし始めたヤスキヨコンビ。出馬宣言以来、2人が再び一緒にファンの前に現れるまでにはかなりの月日を必要とした。よかったよかった、おめでとう。ありがとう。久しぶりやな、ほんまに。西川清志に投票するやつはアホやみたいなことのね、発言があった時は、はっきり言って20年間って何でやったかなっていう寂しさは、それはもう濃縮して、本当にこういう時こそ涙を流したらいかん。でもそれはなことは、やっぱり安さん正直にそういうことは言ったんですか？実際に言うたね。それがやっぱりある種の憎しみみたいなのがあってからですか？いやいや、そうやなし。そうなの？落ちた時の方がね、漫才やりやすいよね。簡単に、どないうの、夫婦で保険ができやすいかな、バッチつけてね、政治の方の仕事をね、実際に政治家としてやっていこうと思ったらね、最低やっぱり2年や3年はかかる、で結局自然消滅みたいな形になるんですよ。なるほど。だからね、わしもそら半々の気持ちでね、通ってもええな、落ちてもええな、その落ちた方がね、一番漫才を維持しやすいからね。なるほど。4ヶ月ぶりに再会した相方清さんの前で、ちょっとこわもてを作ったような、ちょっと照れくさそうな、そんな泰史さんの表情がとても印象的だった。そして大勢のファンの集まる梅田花月に、安清は再び帰ってきた。コンセント皆さんのおかげで本当にありがとうございました。これはほんまにね、ありがとうございます。何回も言うやけども、ここの嫁がよう頑張った。いやいや、もう本当に私もしかし男ですからね、めっぱいやりました。いや、嫁はほんまによう頑張ったわ。頑張った。とにかく、やっぱり嫁はよう頑張ったわ。ほんま頑張った。俺は頑張ってないのか。ほら、やすしさんがそんな儲かんもやめろって言ってらっしゃるんですよ。かなんだ。しかし全然そういう気持ちは全くないということで。そうです。それはどめどめどめ、じゃあもう夜遅いな、頼むわ。もう疲れさせんといてくれ。この日本列島ひっくり返してきた我々のこの2人のこの力やね、ひっくり返してきたこのパワー、それがね、いつか負ける時あるわけ。そんなままもういつでも腹にくくってあるわけ。いつ死んでもええというふうに、俺ら漫才捨てたらいいな、あんたらに飯食わしてくれって俺の女とちゃうながら言うわけないね。極端でしたろ。ありがとうございました。これぐらいで。ありがとうございました。消えてもそれ以上のパワーで再び舞台に戻ってくる安清コンビ、ファンはそう信じていた。この時も89年和也さんの暴行事件以降、謹慎中の身であった泰史さんは酒気帯び運転で事故。そして泰史さんは30年近く所属した吉本興業から解雇を言い渡された。で、首やってこう来たから、で俺もそれ以上物言わんかった。そうかって言わなしゃないもんな、今みたいなタイミングやったよ。そんな泰史さんに追い打ちをかけるかのように2年後、さらなる悲しみが襲った。
いつもやんちゃなやすしさんを可愛がり続けた吉本興業林庄之助会長の死であった。突っ張っていたやすし少年を日本一の漫才師にまで押し上げてくれた大恩人の死。ごめん、助けてくれた分だけね、やっぱり辛いわな。本当はもっと生きてるうちに涙流せばよかったんかもわからんけどね。ああ、クソ、出てきやがった。